アジラブ上がり。していく番組です。アジラブ上がりは広がっています。友達の輪、サークルアブフレンズ、土壌に優しい循環型農業、アラグサ、水素のパイオニア、水素ニア、沖縄から人にも自然にも安心安全な商品、エバグリーン、お客様一人一人のライフスタイルに寄り添った美しいネイルをご提供いたします。気になる方は巻きネイルで検索を。美顔鍼灸から介護サポート住宅ハリキューの小葉鍼灸院は那覇市松尾にて営業中。お問い合わせは 080-3620-9719、 080-3620-9719 小葉鍼灸院まで。沖縄から宝ジェムを、宝塚音楽学校受験対策もいたします。泊まり交差点近くプリモ、私たちの音楽教室の提供でお送りします。はい、本日は私、はい、ヤーイのサークルオブフレンズ、友達の輪を広げようをテーマにお届けするんですけれども、うん、はい、沖縄と海外をつないでいる方、うん、積極的に文化交流されている方をゲストにお迎えして、うん、その方の取り組みなどを紹介するということでございます。今日、はい、私と本日のパーソナリティは、はい、私ヤーイと、うん、トモとケイの3名でお届けします。皆さん最後までユタサルグトウニゲイサビラよろしくです。どうも、名前言いたいよね、はい、今通り過ぎられると思って焦ってしまった、ごめんねありがとうね、はい、まあ、私のですね会は、うん、いつも素敵なゲストさんお迎えしてトークするんですけれども、うん、私たちつい最近行った3人で、うん、一緒に行ったお店、うん、はい、プンガポンガ、ブラジル関連のお店なんですけれども、はい、そこでですね、実は私たちイベントをしようとしてたんですよ、うん、6月、そうですね、ね、うん、26日に、うん、ただまあコロナ禍なんでちょっと延期になったんですけど、8月29日日曜日にプンガポンガにて私たちのイベントを開催いたします。皆様ぜひお越しくださいませ。Facebook で案内しますので、で皆さんチェックしていただけると嬉しいんですけれども、うん、その打ち合わせも兼ねてですね、うんうん、まあ、プンガポンガのオーナーの、うん、尾長みどりさんに会いにお店に行きましたね、うん、はい、ただその前にですね、私の後輩の泉川祐希さんという方がまたイベントをしてたので、はい、うん、その時にプンガポンガ初めて足を運んだんですよ、うん、どうも、はい、行きましたね、プンガポンガ行きましたね。面白い空間だなと思いました。どんな風に初めて行ったんですけど、うん、お店自体大きくなくて小さいんですけれども、なんかね、自由な空間を演出 しようとしてる場所だなと。なるほど。だから行った人、利用する人によって多分その自由度っていうのは変わると思うんですけどね。なるほど、うん、そういう感じの、印象を受けましたね。なるほど、うん、経緯は、私もね、この前初めて行って、うん、で、オーナーのみどりさんがなんかいろんな楽器をさ、なんかちょっと試しにこれどんなのですかって言ったらやってくれて、なんかあれだけで相当テンション上がって、めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかったですね、はい、楽器の部屋みたいな、うん、ちょっとなんか秘密の部屋みたいな感じで、ね、私からしたらパラダイスみたいな感じの場所だったんですけれど、うん、床がね、素敵、うん、色とりどり、うん、もうあれがなんか自由度さらになんか増して、うんうん、楽しい空間だなと思ったんですけれども、うん、早速ゲストでお呼びしたいと思います、はい、プンガポンガオーナーの尾長みどりさんです。はい、メソレ、アロ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 いいですね、どうです、
brasileiro tá tudo bem aí? Meu nome é Vitório Naga, eu moro em São Paulo, 1990 até 2002. いえいえ、どうもどうも。なんて言ったかわからないけど。沖縄に住んでるブラジルの皆さん、元気ですかと。私は1990年から2002年まで住んでいましたというような。かっこいいな。あろあろあろってね。なんかブラジルの空気が今一瞬流れましたね。じゃあ、みどりさん、違う。とにかくかっこいい。そんなみどりさんを今日は紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、一旦 CM です。はい。沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う、広がっています。友達の輪、サーグルオブフレンズ。私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜、アラブサ。私たちの細胞がエネルギーを作るときに必要とするもの、水素。水素ニアは水素を含む蒸気を直接微粘膜を通じて体内に取り込みます。健康づくりの習慣に水素ニアを加えましょう。水素のパイオニア、水素ニア。詳しくは水素ニアで検索。カビ、大変、街の人たちをジメジメカビが襲ってるわよ。何？そんなカビにはこれだ、カビノンノン。説明しよう。カビノンノンとは人参エキスとクスノキエキスなどウチナーンチュの自然の力を使った安全で体にも優しい防カビ剤なのだ。くらえ！水素やられた。カビノンノンで検索。素敵。お問い合わせは098-886-5656、 886-5656、 有限会社エバグリーン。アジラブ、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 上がり。本日はヤイのサークルオブフレンズ、友達の輪を広げようをお届けしています。ゲストはプンガポンガオーナーでいらっしゃいます尾長みどりさんです。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あのね、みどりさんのことを今日目いっぱい紹介したいと思ってるんですけれども、コンビニなんでかって、あのね、さっきも話しましたけどオープニングで、私の後輩がもうすごい尖敬する方なんですけども、あの尖閣の問題でですね、あのイベントプンガポンガでした時に、まあ行きました。で、私たちその時に豊見城市議会の件でちょっと署名活動してたもんですから、そこでみどりさんにお声かけさせていただいて、すごく協力してくださったのでありがとうございました。あの時はありがとうございました、はい、で、あのそれからですね、あの、まあ、プンガポンガでイベントしたいなって私も思うようになったし、まさかみどりさんがこんな方だったんだ。最初はあのそのブラジル料理を提供しているのみのお店なのかな、でもイベントもやってるんだっていう感じだったんですけど、その空間にプンガポンガに足を踏み入れると違う世界が待ってて、ガラッて変わったんですよ。で、あ、ずっと関わっていたいなっていうことも思ったし、でそれからあのちょっとフェイスブックでつながったりして、いろんな、あ、こんなイベントやってんだ、あんなイベントやってるんだ、とにかくいろんなことされてるんですね。なので、まあ今現在みどりさんがどんなことをしているのかっていうのと、あとプンガポンガってどんなお店なんだろうと思って、ちょっと紹介していただけますか。はい、ですね、プンガポンガは実はですね、誕生は、町具屋の中だったんですよ。町具屋の中で本当にちっちゃい店でスタートして、はい、パラソル通りっていうところでスタートして、はい、それから平和通りに移って、でそれから、琉球銀行の裏の方に移って、はい、で今の店に移って、だからもうやがて8年です。8年、はい、まあ、名前はそのままですね、はい、プンガポンガ の、 あのお店の名前の由来っていうか、プンガポンガってどういう意味なんですか。そう、みんなによく聞かれるんですけど、その、まあ、ブラジルはやっぱりそのアフリカの奴隷の人たちも、ね、たくさん連れてこられた国なので、あのそのアフリカの人たちの言語 の、 の名残りと言われていまして、あの、まあ、ダンスの振り付けの、まあ、意味でもあるんですけども、はい、あの、まあ、阿吽の呼吸に近いような形なんですけど、まあ、
プンがされたらポンガで返すと。おで逆に言えばプンガしてるのにあんたポンガで返さないの寂しいねみたいな面白い。それとあと、うん、プンガやられたらもうポンガで倍返し、もう要するにやられたらやり返し、うん、要するに何かされたらちゃんとそれに答えると、うん、そういう意味です。なんかどんな場面でも今当てはまりますね、はい、今もそうですよね、プンガ、はい、ポンガみたいな、うん、なるほど、すぐあの覚えられそうですね、うん、でこのプンガポンガのオープンのきっかけっていうのは、オープンのきっかけはですね、すごい軽い感じで、はい、あ、まあ、那覇にお店もそんななかったし、あのブラジル雑貨がね買えるお店もなかったし、うん、まあ、最初雑貨店で、あ、そうなんですね。じゃあ、うん、お料理は提供してなかった。いやもうすごいちっちゃい店だもん。ああそうなんですか、うん、私たち料理食べたよね、うん、フェイジョアーダ、はい、フェイジョアーダ、フェイジョアーダとあとブラジルコロッケかな、はいはいはい、コシンヤ、うん、でね、それでやっぱ雑貨やってるとみんながこうコシンヤはないのかパステはないのかとか言うからあ、じゃあまあちょっと料理も出せるようになりたいなっていうことで、ちょっとちっちゃな、うん、またもう一回引っ越しして、うん、あのお客さん3人入ったら満席っていう、ちゃかったんですね。そうと、でもそれからまあスタートして今の、うん、今のお店はこうマックス入ってどれぐらいの収容人数いけますか？ですね、コロナ前でですね、うん、テーブル全部片付けてもうぎゅうぎゅうに入って37、8人入れたことあるんですよ。一学級入る感じですね、うんうん、まあ、全然入ります、全然入ります。うんうん、うん、なんか店の天井が高くて、うん、あれなんていうんですか、ロフト、ロフトもあるんで、うんうんうん、はい、あのロフトに上がりたいのにさ、イベント行った時にもうすでに入ってるから、うん、今度絶対行く、あそこに行きたい人も結構、そう行きたいんですよ、はい、しかもそのイベント私が参加した時は、うん、みんなあの飲み食いしてたんですよ、うん、あの飲みながらとか、うん、でおすすめをちらちらこう見渡してみると、ジンジャーレモン、あ、レモン美味しかった、あ、本物の、あ、あの、うん、ジンジャーエールにですね、あのおろし生姜をドカッと入れる、うん、あのドカッっていうのがいいんでしょうね、あの、うん、入れすぎぐらいな方が美味しいですね、うん、ピリッとね、ちょっとカーッとなるぐらい、うん、美味しいですよね、はい、飲む癖になるっていうかね、はい、うん、そう、あんまりこう遠慮しない量の方が、うん、あ、なるほど、はい、だそういう料理も提供しながら雑貨、あと CD 販売とか CD も、はい、いろいろ売ってますよね、はいはい、うん、で今ですね、あのちょっと面白いなって思った取り組みがこれ場所那覇にあるんですけれども、うん、7月11日は那覇市議選なんですよ、うん、それであの私たちがインタビューに行った時もそうなんですけど、なんかいろんな方のお名刺、あの出馬される方、立候補されてる方の名刺が一人に限らず何人もいたんで、うん、あれこれどんなお店なんだろうで今なんだなんだ今その店の前に旗、ええ、上りが今6人分ぐらい悩んでるかな見る限りもう様々ですよね、はいはい、なんかもう車の拒まずみたいな感じですね。いや結構ね好き嫌いが激しいんですよ、私は。じゃ応援されてる方をバーッと、はい、そういうそのプンガポンガでも私たち富城市議会の件でイベントもしたい、で私の後輩がそういう中国のことについてもイベントをした、うん、で前にインタビューで聞いた時になんか解剖、なんか解剖しましたね。解剖はしてないですよね。解剖してない。あのテーマが解剖で、ええ、あのまあ解剖のまあ専門 の、うん、あのちゃんとした先生に来ていただいて、ええ、あの一般ピープルにでも分かる解剖、うん、要するに体の中の私と出会うっていうサブテーマですね。なるほど、はい、なかなか解剖について詳しくこう語り合う現場っていうのはあれだけど、場所っていうのはないですよ。めったにないですよね。興味ありますよね。次会ったら行きたいと思うんですけど、うんうん、そんなみどりさんは実はすごいんですよ、うん、私たちからすると、はい、あ、なぜそんなにリズム感があるんですか、なんでこんなに太鼓があるんですかっていうぐらい、うん、本当に、まあ、世界的にといいますか有名なパーカッショニストでして、当たってますか、パーカッショニストですね、はい、打楽器奏者なんですけれども、はいはいはい、かっこいいんですよ、うん、で私去った6月6月何日ですか、なんかリズムだけ叩こう練習みたいな、リズムを練習しようっていう、うん、あのみどりさんのこの何ですかね、イベントっていうんですか、ワークショップ、まあ、なんか催し、打楽器練習会みたいな感じですね、うん、あれ初めて参加したんですよ、うん、
あ、そういうこともやられてる、それに参加して、まあ、次行ったらいいです皆さん、あの、私また行きますけど、すごい楽しかったんですよ。で、トーモーは、あのパーソナリティのトーモーは、はい、リズム、僕はあの自分の中でリズム取れてる取れる人だと思ってるんですけど合わそうとすると必ず合わなくなるんですよね。あ、でもあのリズムってあの筋肉なので、あ、そうなんですか、筋肉の反復練習なので、うん、あのリズム感いい悪いは実はそんなに関係なくて、ある程度までみんなちゃんとできます、できます。筋肉、筋肉でしょ、その発想ってちょっとなかったですね。だからリズム感ないって思ってて、うん、うってなるよりは筋肉の練習ですか、うん、筋肉動かすんですね、うん、っていうことで今日トーモせっかくいるので、はい、あのドキドキプロの緑さんにちょっとなんか習ってみたいなと思って、はい、一応目の前に私たちこれですね、卵型の下準備していただいた、これちょっと紹介していただいていいですか、はい、私が今持ってるのは、まあ、子供の、はい、まあ、音が鳴れば何でもいいので、はい、すごいよね。僕は今この手元にあるのはこの卵型のですね、フルトコイオとします。ああ、はい、1、2、3、4、もうやっていいんですか、スタトン、できてるよ、できてる、いいね、リズム取れなくて僕ね、まあこんな感じ。おー、ケイも私と同じ子供用このね、はい、これおもちゃ持ってて、今、うん、もうリハもないのにできたじゃないですか。すごい、トーモすごい、やればできた教え方が上手ですね、上手、そんな感じでどんどんこう組み立てていく、うん、なるほど。僕ね、このちゃんズンチャチャズンチャチャやりながら、うん、変な音を入れたくなる衝動があるんですけど、うん、隣でみどりさんがこうリズムを崩さずやってくれるから、これに合わせて今できたんですよ。だから、うん、あの、うん、リズム感ない人っていうのは逆にすごいことなんです。私たち右足と左足があって必ず右と左歩くじゃないですか、うん、はい、なのであのリズムを取りたくなるようにできてる、はい、ちゃんと、はい、右出たら左出すもん、はいはい、必ず 1,2 みたいな感じで歩けますもんね、うんうん、なので必ずリズムは体に刻まれてるんですかね、まあそう、うん、まあ、生きていくためにはねなのでリズムを崩すっていうのはもう、うん、あの訓練しないと崩せないので、逆に言えば、うん、あ、小さい時とか歩いてるとなんかいつも同じ調子で歩くのが嫌で、うん、スキップとか変なスキップステップを踏みたくなるっていうのがあって、うん、だからもうそれもまたすごい素晴らしくて、だから誰か一人がキープする人がいて、うん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 、それの上に変なステップみたいなのがあって、うん、あとは合図でちょっと決めを作ったりとか、うん、そしたらすごい楽しい、うん、だから逆にこれリズムすごい向いてると思います。あ、逆にそうなんすか、うん、初めて言われました、ありがとうございますなんかちょっと感動してちょっと本気になろうかなって今ちょっと思って何がすごいかって、うん、今日初めて、うん、あの持ってきてくれた、うん、このと、うん、ね、で卵型、本当にもう今瞬間的にやっていただいたんですよ。でこれね、うん、そうそうそう、まあ、できるっていうことで、でみどりさんは、まあ、いろんな音楽と今までさまざまに出会ってきてるんですけど、みどりさんにちょっとリクエスト曲を準備していただいてて、うん、はい、どんな曲選ぶんだろうと思って、はい、1曲目あのご紹介していただいてよろしいですか。はい、これはですね、私がまだブラジルに住んでる、まあ、後半ですね、うん、あのジャンボ・オブリガードっていうその、東京に在住のジャズピアニストの板橋文夫さんが、まあちょっとあのブラジルツアーして、でそれからまたケニアにツアーして、でその CD2 枚組の CD を私たちは2枚出したんですけども、そのケニアの方でケニアであの共演したミュージシャンが、俺たちは打楽器がなくても打楽器になれるんだっていうことで、かっこいい、でじゃあ教えて教えてって言って、うん、あの教えてもらってる曲です、はい、で時あの私たちが最初にもう爆笑しちゃって全然ついていけなくて、はい、で、まあ、後半彼らだけのアンサンブルがちょこっと出てくるので、うん、もう素晴らしいです、う
もう声だけで楽器はいきます、はいはあ、じゃあ曲のタイトルをお願いします。アフリカントークです。沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う。広がっています、友達の輪、サークルオブフレンズ。私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜、アラブサ。私たちの細胞がエネルギーを作るときに必要とするもの、水素。水素ニアは水素を含む蒸気を直接微粘膜を通じて体内に取り込みます。健康づくりの習慣に水素ニアを加えましょう。水素のパイオニア、水素ニア。詳しくは水素ニアで検索。カビ、大変、街の人たちをジメジメカビが襲ってるわよ。
何？そんなカビにはこれだ、カビのノン。説明しよう。カビのノンとは人参エキスとクスノキエキスなどウチナーモンの自然の力を使った安全で体にも優しい防カビ剤なのだ。くらえ！くっそー、やられた。カビのノンで検索。素敵。お問い合わせは098-886-5656 886-5656、 有限会社エバグリーン。アジラブー、yeah. 上がり、 It's about love、oh, yeah. 本日はヤイのサークルオブフレンズ、友達の輪を広げようをお届けしています。ゲストは尾長みどりさんです。引き続きユタサルグトゥニゲーサビラ、はい、お願いします。かっこいいですね、うん、さ楽しい。僕こういうの好き、ね、わぎわぎじきじきじゃかじき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 最初笑いとか手拍子、うん、まあ4拍子で、うん、その後ちょっと長い拍で2拍になってましたけども、うん、あの自然になってましたね、うん、音楽リズムが、魂が音楽が生まれるまで自然にこうあの成り行きに任せてただやってるのが、この頃はここがいいんじゃないかって、多分ねその即席でちょっとずつちょっとずつ音楽が生まれてくる瞬間、アフリカ人毎日これやってるのかなと思って、だから現場にいたんですよねこれ。いました、いました。どんな雰囲気なんですか、どんな場所で。いや、なんかこう楽器がなくても俺たちはなんか音楽できるんだって、うん、おじゃあやってもらおうじゃないかって言って、うん、その場で、その場でで見事にやられたと。で、あ、それ面白い、教えて教えてってやってるの見たら、もう笑っちゃって笑っちゃって思ったら全然もうフレーズがおかしくて、日本語の語感 で、うん、でうちらがもうゲラゲラ笑ったら、彼らもすごく嬉しくなっちゃって、うん、あれなんでしょう、打ち合わせ全くないですよね。ないです、初合わせでもこんなになっちゃうっていう、最高だ ね、うん、ね、まあ、私たちもなんか楽しくなる感じでゲラゲラ笑ってしまいましたけど、うん、だからそみどりさんはだからこの音楽で伝統芸能だったり、うん、伝統音楽でこう各地を回っていろいろ収集したりもしてるんですよ、うん、だからいつ、まあ、音楽にハマって、どんな音楽に最初ハマったのかなと思って、みどりさん教えていただいていいですか。そう、あの一番最初に好きだったのがあのヘッドハンターズっていう、うん、あのジャズからグループで、まあ、ちょっとファンキーな、うん、あのハービー・ハンコックっていう人がまあピアノ で、うん、でそのベースがポール・ジャクソンっていう人、うん、そのポール・ジャクソンが大好き で、うん、でその頃はまあ、そのフォーク大前世だったんですけど、私フォークすごい苦手で、うん、そうなんですね、うん、でも歌詞がちょっとダメで、うん、メロディーとかは綺麗でも、うん、でまあなんかラジオとかね聞いたら、あ、私はこっちの方が好きだなって、うん、あ、これこういうのもジャズなんだっていうので、うん、はい、私も聞いてみたんですよ、みどりさん、うん、の聞いた、まあ、ヘッドハンターズも最高です、かっこいいですね、うん、わお、うん、大好きです、大好き。あのこの曲、私が中学生の時とか高校生に聞いてたらどうなってたんだろう、出会う場面がなかったんですよ、ラジオもあの、まあ、受験勉強してる時には、まあ、沖縄のローカルの人たちが喋ってるトークを聞いてて、うん、まあ、音楽ってその時に流行ってる J-POP とか、うん、そういうの聞いてたんで、だからそういう意味では、うん、学校で話の合う人は一人もいなかったです。なるほど、うん、で中学校の後半はもう年ごまかしてバイトしてたのでとにかく早く働きたいって、その理由はレコード買いたいから、あ、うん、一番最初に買ったレコード覚えてます？何買ったかなちょっと覚えてないな。だからプンガポンガに行った時もすごい曲が面白くて、うん、まあ後で紹介したいなと思うんですけども、うん、でも CD 山ほどありますよ、うん、でも CD 大前世の時に、うん、まあ、サルサとかも好きだった時に、うん、もう10枚20枚大人買い、爆買いですね、だだだだ、はい、これちょうだいみたいな、うん、じゃあ、その当時ってどこで買うんですか？タワーレコードはもうずっと後ですよね。80年代輸入の CD を売ってるお店が那覇に1軒あったんですね。あ、そうなんですね。まあ、何軒かあって、その、うん、うちの1軒が割とブラックミュージックとか、うん、あのラテン の、うん、あのコアなやつを売ってて、やっぱり、うん、聞いてると自分も演奏したくなる感じになります？ね、自分が演奏もあるんですけど、もうとにかく
かっこいいのを求めるって、うん、真似して歌ったりとか歌またねちょっと音痴でね声量もなくて嫌いじゃないんですけど、うん、だからまあ楽器の方が好きですね、うんはい、あじゃあそれで、まあ、今打楽器に打楽器の方、うん、でも一応、まあ、最初はベースですねベースだったんですってベース大好きです、はい、リズムそうですね刻、ね、んだりっていうしかないしか、うん、でまあ支えっていうか、まあ、パーカッションもそうですけど、はい、結構割と、うんまあ、地味なんだけどちゃんとしとかないとまとまらないみたいな、うん、ポジションに、まあ、まあでもあの低い音好きなので、うんうんうんまあ、それがあれですねうんじゃあそのじゃあ、まあ、中学生高校生の頃にハマって音楽、うん、で CD もいっぱい爆買いしてそうですね、まあ、ジャズ喫茶でバイトしたりとかあバイトもしてたんですね、うん、はいうんでそれからまたご自身が、まあ、アーティストとして演奏する側としてどんな活動を今までされてきたんですか、はい高校生の時ですか高校生の時は何かやってましたね何かやってましたね音楽関係ですかバンドみたいなバンドみたいなやってましたねそれをベースをやって、うん、ベースやってましたね、はい、で面白いのがみどりさん東京に行ったり東京来ましたもう島から出たくてああそうなんですねでも高校卒業した翌日にはもう東京みたいなうん即行動ですねそれは音楽しにですか、うん音楽主義ではなくて私本も好きなので、うん、印刷出版関係の仕事をしたかったので、うん、で印刷の編集の技術を身につけたかったので商業デザインの学校行ってっていう感じです、うんうんはい、でそれから、まあ、どんどんあの、まあ、音楽を収集する側プロデュースする側、はいまあ、まあでももうそれはもう割と最近ですよあそうなんですねプンガポンガで私が、うんうんあの流れてた曲を聴いて、うん、いいなと思って購入させていただいたんですよ、うん、その曲についてちょっとあの説明していただきたいなと思うんですけど台湾のあ台湾ですねその原住民、はいまあ、ご部族ですよね、まあ、今回作ったのは5つの部族ので今で現在16、うん、18かな、まあ、部族が、うん、あの正式に政府に認定されてる部族で、うん、でまあそのもう7年前8年前ぐらいになるのかな、うん、あの台湾の原住民の小中学生の子たちに打楽器を教えに行くと、うん、でも台湾の文化財団かなんかが経費を出してくれて、うん、でまあ文化財団がアレンジした学校を私がガーッと回ると、うん、2週間ぐらいかけて回るっていうのをずっとやってて、うんうん、でまあそろそろ何かこう成果物作りたいなっていう感じで、はいまあ、今回 CD も作りたいんだって言ったら、まあうん、あのやっと形になったとでもその前にあの沖縄公演も実は4回子どもたち沖縄に招聘してやってて、うん、でそれ もあの私個人なのであのそういった助成金とか何も下りないので、でまあ旅費とかそういうのは台湾側で用意してくれて、うん、でも宿泊はこっちで用意しないといけないので、うん、ホテルなんか無理なので、うん、あのちょっと大きな空き家を借りて、うん、でそこに貸し布団、まあ、子供ちっちゃいので布団2つに3人寝てねって、うん、枕つかるの先生だけよみたいな、うんうん、子供たちを招聘してなんか琉球大学一番最後が流大です ね先生と一緒なんかあのブヌンの、はい、ブヌンの子たち、ね、子どもたちがミニコンサートをしたっていうことで、はい、検索したら出てきますので、はい、すごい興味深くて、うん、で、まあ、あのせっかくなので、はい、その台湾原住民の子どもたちの歌、はいまあ、みどりさんがプロデュースしてる CD ブックの中からちょっと紹介したいなと思って、はいうんこれは中国語で書いてあるんで僕はいや読みましょうねいいですか、はい、お願いします私もちゃんと発音できない、はい、これはなんですかね台湾バツカダバツカダというのはそのポルトガル語で、うん、あの叩くというあ、うん、で中国語のタイトルもついてまして、リエンジェダウェイライあの未来へつなぐっていうアルバムですねはい、はい、そうですからこれはホアンジュイドクこれは嬉しい時の歌プイマ族の、はい、昔から伝わってる歓迎の歌みたいな、ねうんあはい、歓迎なんだ、はいはい、どうぞ、はい、
ます。沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う。広がっています、友達の輪、サークルオブフレンズ。私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜、アラブサ。私たちの細胞がエネルギーを作るときに必要とするもの、水素。水素には、水素を含む蒸気を直接微粘膜を通じて体内に取り込みます。健康づくりの習慣に水素ニアを加えましょう。水素のパイオニア、水素ニア。詳しくは水素ニアで検索。アジラブ上がり、まだ続くわよ。本日はヤイのサークルオブフレンズ、友達の輪を広げようをお届けしています。ゲストに尾長みどりさんをお迎えしてユンタクしています。面白いですね、台湾原住民族の子どもたちの歌。もうね、声がやっぱ大きいしね、うん、あの声量があって、うん、でまたなんかこうよく歌ってます、みんなで集まって、うん、なんか伸びやか、そう伸びやかだし、うん、すごい綺麗だなと思って、ね、実はあの私今アルバム、うん、ブックここ手元にあるんですけれども、うん、すごい説明ちゃんとされてて、日本語と中国語、そう日本語と中国語で、あと写真もあるんですよ、写真も、ね、歌ってる方たち、うん、でまあこういう部族だよっていう説明もあって、うん、すごいこうなんか貴重なもの私持ってるなっていう感じで、うん、CD ブック、CD ブック、ね、これどこに行けばプンガポンガ置いてますか。ってます、はい、置いてるようなので、はい、ぜひ。CD のこのパッケージというか環境にすごい考えられてるような、紙でできてますよね、うん、はい、これは台湾で作りました、うん、あ、さすが台湾でね、なんか文様みたいな、うん、この柄、部族が着ている、はい、その部族の衣装の一部から、うん、うん、はい、素敵なんですよ。製品もあのお手元に。表紙の、うん、表紙のそれはですね、ね、希望が丘公園です。ああ、そうなんだ。沖縄がじゃあちょっと入ってるわけですね。じゃあ希望が丘公園です。ナファだそうです。ナファです。はい、素敵なんで、うん、ぜひチェックしてみてください。うん、はい、そんなみどりさんですなんですけども、あの私の番組はですね、あのまあ異文化交流を積極的にされてる方。どういった交流をしてきたのかっていうのをメインにお届けしてるんですけれども、うん、ブラジルに12年ですか、12年ですね、住んでた、はい、いらっしゃったのは、はい、でそこであのサンバ、ブラジルといえばサンバですよね、うん、サンバ、うん、サンバのそのバテリア、その打楽器奏者、ね、はいはい、として、まあ、関わっていたと、はあ、まあ、そのあたりも聞きたいなと思ってるんですけれども、はい、まあ、そもそもなぜブラジルへ行ったのか、そうですね、そのまあ、ベースサルス、サルサのバンドのベースをやってたんですけども、まあ、打楽器もやりたくて、でそれでいろいろ東京在住時代ですね、はい、うん、でそしたらこう打楽器がたくさんいるやつ、あ、サンバチームだったらこれ全部打楽器だからいいじゃないかと、なんかまあレコードジャケットかなんかで見たのかな、でそれで打楽器だったら何でもいいの で、 でそれでサンバチーム、浅草のサンバチームのバルバロスっていうチームに入って2年やってて、で、まあ、豊島園で演奏したりとか、私たち、あとは、まあ、地方の行政のイベントに演奏したりとか、はい、今のよう、今だったらたくさんチームあるんですけど、あの時代もないので、まあ、引っ張りだこですかね、引っ張りだこで、あの J リーグの前のやつで私たち呼ばれて演奏したりとか、盛り上げる役でやったりとかっていうのをずっとやってて、で2年いたんですけど、やっぱ現場ではどういう場所でどういう人たちがどうやって練習してるんだろうっていうのを知りたくて、うん、本場は、そうです、そうです、で、たまたまなんですけど、まあ、沖縄にちょっと完全に戻ってウチナンチュ大会があって、うん、その翌年にブラジル行っちゃった、うん、お、世界のウチナンチュ大会っていうのは1990年でしたっけ、91から91年、91が世界のウチナンチュ大会、うん、その90年か91年、うん、90、その翌年に行ったんですね、うんうん、あの91年、そうですね、うん、90年に世界のウチナンチュ大会があって、1991年にブラジルに行かれた、うんうんうん、90年に行ってます、90年、あ、90年に行ったんだ、大会終わってから、あ、終わってから、うん、あ、じゃあすぐ行ったんですね、うん、え、それはだから、まあ、目的としては仕事をしに、いや違います、あの仕事のビザなんか持ってないので、あ、そうなんですね、うん、だからカーニバル前にサンパウロとリオのサンバチームをなるべくたくさん見て、ウォークマンで
ウォークマンも、はあ、懐かしい。でウォークマンで録音してテープの、ね、テープ、うん、で打楽器隊のフォーメーションを記録してくると、はあ、フィールドワークですね。そうです、まさにそうです。それでそれをやるっていうのが目的で、ああ憧れてたんですか、そのサンバのあの一員中に入りたい、どういう、ね、中に入れるって最初思ってなくて。そうですよね、うん、だからまずはその練習の現場をきちっと見たいっていうので、うん、まあ行ったっていう感じですね。経緯、はい、ブラジルといえばサンバでしょ、うん、一緒最高ですよ、うん、ほら経緯はねシンガポールに 10人ぐらいいたから、うん、ね、まあ、海外行ったらいろんな文化が入ってきて、はい、ブラジルのイメージって経緯の中どんなイメージがあります？陽気、陽気、うん、友は、そうだね、うん、ほがらか、陽気だね、陽気。もう私はガッツンってサンバが来るわけ、うん、で、すごいやっぱり露出度の高い素敵な衣装をきらびやかに着て、うん、うーふーみたいな感じですごい盛り上がってる人たちだから、うんうん、すごい元気なんだろうな、うん、で、12年間そちらで滞在したみどりさんにお聞きしますけど、はいはい、ブラジルってどんな国ですか？ブラジルはですね、なんせ日本の32倍の国土があって、まあ、人口も今2億超えてるんですけど、うん、国がやっぱすごい大きいし、アジアからヨーロッパからアフリカ系からインディオから、うん、それこそ本当に多文化、多民族国家なので、うん、はい、人との距離の取り方がものすごく上手なんですね。ああそうなんですね、はい、うん、なのであと陽気というのもやっぱ精神的にすごい彼ら強いので、うん、だから陽気になれる、うんうんうん、なんか厳しい中にもユーモアみたいなのがあるイメージがあるんですけど、だからそれをなんか乗り越える力があっても、うん、それは素晴らしいなと思いました、うん、はい、そこで12年生活してて、はい、もちろん、ね、収入がないと生きていけないと思うんですけど、はい、仕事もされてたんですか？仕事はですね、パウリスタ新聞社っていう日本語の新聞社の編集部でやってて、で最初は、名前以外年齢もその履歴書全部嘘書いてもう面白い、嘘を書いたんですね。もう丸々も沖縄タイムズで働いてましたみたいに一回も働いたことないんですけど、あやさすがそこまで書いたら採用される。なんかある意味サバイバル能力に長けてるっていうか。で、まあ、でも編集は実際にその仕事はできるので、で働いたら2週間ぐらいですぐバレて、うん、でしたらその編集長も社長も大笑いして大丈夫だよ、ちゃんと採用するから、ビザをきれいにしましょうっていうことで、働けるビザに変えて、その時には一回一時帰国して、で取り直してという形で、うん、はい、じゃ怒るんじゃなくて笑ったっていうのが面白いですね。もう大爆笑してました。それ2週間経ってからさ、だから2週間の間やっぱりみどりさんのきっちりしてたかは分かりませんけど、やっぱり仕事がしっかりできるっていう、うん、あそこも見てて、ところもだから見てないと思うな。ちょっと見てみたかったね、うん、そうそうそう、大爆笑して、うん、ちゃんと正規雇用していただいて、はい、助かりました、ね、だこの仕事をしながらじゃあ打楽器奏者として、そうです、ね、まあ、現地のこの人たちとこうコミュニケーションを取りながら、うん、練習っていうのはいかがなもんだったんですか？そうですね、その頃はまだそんなに言葉もできなかったんですけど、まあ、音楽なので、うん、まあどうにかなったっていう感じかな、うん、でまあサンバチームの場所っていうのは治安もそんなによくない場所なんですけど、うん、まあ、そういうの全然平気なんで、あうん、でなんか毎週来るなんかジャパニーズ のちっちゃい姉ちゃんみたいな平気なんでって平気で言ってますけどね、うん、なんかこう銃社会ですよねあそこね、うん、でも大丈夫ですか？なんか報道されているよりは安全です。あ、そうなんですね、うん、やっぱ危ないっていうイメージ多いんですけども、うん、はい、実際に現地に住んでる人たちたくさんいて、うん、夜まで働いてる人がいて、うん、でまあ子供、うん、子連れの人たちもたくさんいて、でそういう人たちがみんなその都度バス停や、うん、ね、車で襲われてたらしょうがないわけで、うん、ほとんどの人たちは24時間営業のスーパーの帰りに襲われるなんてことは何にもなく普通に暮らしてるので、うん、
やっぱ行ってみないとわからない、ね。まあ、戦争してるわけじゃないんで、うんうん、意外と安全です。はい、なるほど。うん、か普通に暮らしてます、うん、普通に暮らしてます。そうです。あ、そうだね。で、夜遊びもめっちゃしてたんで、うん、何かな毎日ライブハウス行きたいん で、うん、で知らなくてもローマ字は読めるじゃないですか、ポルトガル語わかんなくても、うん、でそしたら新聞であのチェックして、うん、でそれで行くっていう、うんうん、まあ後でゆっくりあの移民、ね、沖縄から移民した方たちもたくさんいるので、はい、そのあたりも後ほど聞いていきたいと思うんですけれども、はい、CM、はい、入りましょうね、はい、沖縄で活躍している外国人、海外で羽ばたいているウチナーンチュ、お互いが友達になってそれぞれの良さを認め合う、広がっています。友達の輪、サークルオブフレンズ。私たちは生活で出た生ゴミを捨てずに引き取り、菌を使って発酵させ有機肥料を作ります。それを農家さんに使っていただくことで、化学薬品を使わず土壌や地球環境に優しい循環型の作物作りをお手伝いいたします。土壌に優しい循環型野菜、アラブサ。私たちの細胞がエネルギーを作るときに必要とするもの、水素。水素には水素を含む蒸気を直接微粘膜を通じて体内に取り込みます。健康づくりの習慣に水素には加えましょう。水素のパイオニア、水素には。詳しくは水素には検索。アジラブアガリ、ラブラブラララ。本日はヤイのサークルオブフレンズ、友達の輪を広げようをお届けしています。ゲストは尾長みどりさんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。みどりさん、12年間ブラジルに住んでたということで、はい、まあ、打楽器奏者としてサンバのカーニバルに参加していたと、はいはい、で私サンバは、まあ、まあきらびやかな世界で、うん、わすごい、みんな、うん、それに憧れて、うん、わーっと夜通し踊って楽しい乾杯ってだけな感じだと思ってたんですけど、うん、ほとんどそれです、はい、実際はでもやっぱり意味が、そうですね、毎回テーマがあって、意外と社会的なことを言える唯一の場だったりとかするので、うん、アジラブ上がり、はい、うん、低所得者の人とかが、うん、なのであの割と社会問題とか、うん、そういったものをやってますよ、はい、なんか衣装だけじゃなくてなんかありますよね、なんか出し車が、ね、出し車たりとかね、うん、だから未来、近未来だったりとか、うん、なんか資本主義社会に対する、なんかこれでいいのかみたいなのがあったりとか、うん、女性の人権問題を扱ったりとか、うん、そんな感じですね。毎回テーマっていうか毎年変わるんです。毎年変わる、うん、あ、じゃあそれぞれチームはそれぞれのテーマ、チームもそれぞれ違うんですよ、ね、あ、チームによっても違うし、今年のカーニバルはこのテーマって大きく出るんですか。逆に言えばもう来年のカーニバルのテーマ何するっていう感じ、うん、あ、はあ、もう1年越し見てるんだ、1年先見て、はいはい、沖縄の方、例えば世界のうちなんちゅのその沖縄の方、みどりさんのように沖縄出身の方でサンバに参加してる方、いや地元の人結構いますよ。あ、いるんですね。いますよ、はい、あ、はい、じゃあそういう方と その交流っていうのもみどりさんあったと思うんですけれども、はい、あります、あります、聞くところによると、そのブラジルの中で沖縄そばが無形文化遺産に認定されたりとか、まあ、沖縄にもないのにあのカンポグランジっていうその、うん、あのブラジルの中央部にあるとこなんですけど、うん、移民の、まあ、90% はもう沖縄系の人がいる場所なんですね、うん、まあ、アマゾンのちょい下なんですけど、うん、あの、まあ、だいぶ前からその沖縄そばが今定着してて、うん、でこれをカンポグランジの観光名物にしようと、うん、で議題に挙げて法律できちんと沖縄そば、沖縄すば、すば、すーですよ、すー仕事でも言わないのに、ね、すーですよ、うん、でもう満場一致で、うん、すごい、で沖縄そばセンター、すばセンターというのができて、でその前に何メートルだろう、10メートルぐらいの沖縄そばのモニュメントが、モニュメント、やっぱカーニバルの国ですからね、うん、あの大きなもの作るところなんですね、かつお節もないのにね、そう検索したんですよ、うん、沖縄スバ、うん、自体死に盛りだくさんだよ、あ、本当見えないスバが、あ、本当上に肉、なんか肉がバーらない、そう、だから、まあ、そういう意味では、
沖縄そばとはまあちょっと違うんですけれども、うん、あの青ネギと卵の千切りと、うん、牛肉とか、ね、うん、そういうのがてんこ盛りになってます、ね、うん、はい、なんか行きたくなりますよね。食べてみたい。美味しい、美味しい、美味しい。なんか食べ物というか食も豊かなんですかね。豊かですね。溢れてる。野菜美味しいです。うん、やっぱ国土がすごく大きくて、うん、あの食料自給率も、うん、もう全然 100% 以上あるので。このね、ブラジルの沖縄県人移民、113年、1908年に最初に移民で行ってるんですよ。うん、で、まあ、もちろんそこで交流があったと思うんです。県人会の方とか。うん、なんかね、この沖縄の文化っていうか、うちの文化を県人会協力、協力、うん、ぜひ訪れてください、うん、なるほど、行きたい、最高です、うん、なんか民謡も根付いてますよね、古典から。あのとっても綺麗なうちなぐちしゃべります、皆さん。そうなんですね、はい、うん、ただしであの首里言葉のうちなぐちではなくて、例えばこう、うん、やけなのうちなぐちであるとか、うん、あのチャタンのうちなぐちだとか、ね、まあ、沖縄にはもうほとんど残っていないような地域のうちなぐち、ブラジルには残ってますよ。すごい、はい、そういう方々が多分ね、うん、こう、うん、集まって、うん、一緒に歌ったり催し物したりっていうこともはいありますね。だからその 県人会祭り、沖縄祭りはもう盛大にやりますので、うん、でもその時にはその沖縄そばの屋台が出て、あとは、うん、サアンダギ、サータアンダギ、サータアンダギをですね、1週間ぐらいかけて何千個も作って、はい、ちっちゃいミニアンダギで、それはもう、うん、あの無料で、へ、配って、無料で配って盛大で、もううちのそばがあれ名物になるわけだ。なります、うん、すごいよね、郷土食として2017年に認定されてるっていうことで、うん、うちなんち頑張ってるやつさって思って、うんうん、私たちもね、うん、はい、あの もっと世界に目向けて、こんなに、うん、世界のうちなんちが活躍してるんだなっていうことで、うん、あの見ていきたいなと思うんですけど、みどりさん、今後ですね、はい、どんな展開というか、うん、目標というかありますか。そうですね、今虎視眈々と狙っているのはですね、まあ、来年のうちなんちゅう大会ですね。その規模は小さくても必ず行われると私は信じてます、うん、なのでその地元 の、はい、あの私たち住んでる日本人と、今沖縄に意外とブラジル人の人たちがもう結構住んでいるんですね、うん、で混成のサンバチーム、はい、で日本人はポルトガル語の歌で、ブラジル人はうちなぐちの歌で演奏は私たち一緒に、はい、この台湾バツカーダ作ったみたいにリズムは共通にして歌を、うん、あの2つの国の言葉で歌ってできるようなものを作って、うん、まあ、その辺ブイブイ一緒に演奏できたらいいなと思ってます。あ、なんか誰でも参加できるようにしていただいてできます、できます。だからブラジルではやっぱり打楽器400人ぐらいでやってるので400人ぐらいはいけるんじゃないですか。じゃあちょっと狙いませんか、私たちは、はいはいはい、ということで、はい、本日のゲストは尾長みどりさんでした。はい、ありがとうございます。来週は来週は私の回ですね、レッツローカライズ沖縄ということで、ガロー沖縄から田原美乃さんをお呼びしてユンタクしていきたいと思います。はい、本日のお相手はヤイとどうもとケイでした、とそれからゲストの緑オナガでした。ありがとうございます。はい、それでは来週皆さんお会いいたしましょう。せーの、またやったー、またやったー。